兄ちゃん。そんなまぶい顔してどうしたの、守る。兄ちゃん、それを言うなら渋いでしょ。全然違うから。それより兄ちゃん、このニュース見てよ。おう、うちの会社と取引のある光銀行が出てる。不正融資の疑い。うお、それは大変だ。そうなんだよね。俺の方でも調べてみたんだけど、これ早速行かないと。ついにこの時が来た。父さん、俺この時のためにあれしたんだと思う。ちょっとどこに行こうとしてるのさ。というか兄ちゃん、不正融資って分かってる？分かってるよ。不正融資ね。不正が足りないってことでしょ。光銀行が不正を融資してほしいんだよね。俺不正は少しあるから行ってくる。光銀行にはとっても世話になってるし。兄ちゃん、ストップ。なんだよ不正融資って。不正融資だよ不正融資。虚偽の決算書や売買契約書の作成、保有資産明細の水増しなどを行い融資する、または融資を受けることだよ。あーね、全然分かってないやつでしょそれ。いや、でもちっちゃい頃父さんに教えてもらったよ。父さんに？ほーおーひょー。父さん何してるの？また変なことしてるんでしょ。レオン、守る、お前らにも一応伝えておいた方がいいか。いつか父親になるんだし、今な、不正融資をしてもらってるんだよ。不正融資？ああ、不正ってのは父親力のことだ。融資は融通してもらうこと。俺には不正が足りないからな。不正を借りることにしたんだ。昨日も会社で言われた。虹がいるとは思えないほどチャランポランだって。だから不正を融資してもらうことにしたんだ。昨日ニュースで不正融資が話題になっていて、俺もやろうと思ったんだよ。こうやって手を挙げて不正を集めるんだ。うおー、俺に不正を貸してくれ。元気だま。父さん不正融資だから。不正融資ではないから。うん、すごい、俺もやるよ父さん。うわー、やめろレオン、俺の分がなくなる。レオンにはまだいらないぞ。どうしよう、ちょっともらっちゃった。ごめん父さん。まあいい、その不正は将来使うか、誰か必要な人が現れたら渡してやれ。お、分かったよ父さん。ってことがあったでしょ。なんかちょっと思い出したかも。その不正を今融資するチャンスだと思うんだよね。兄ちゃん、だから不正融資なの。一体何なのさ、守の言うそれは。だから虚偽の決算書や売買契約書の作成、保有資産明細の水増しなどを行い融資する、または融資を受けること、つまりとっても悪いことだよ。おお、光銀行が悪いことしてるの。光銀行のアホ踊り、とってもいい人だったじゃん。兄ちゃん、頭取りね。俺も光銀行の頭取さんがそんなことするとは思いたくないけど、俺の方でも調べたらかなり怪しいんだよね。 99% やってると思う。でも俺はその 1% 信じたいな。兄ちゃん。ねえ守、今から行ってみようよ光銀行に。いや、アポなしじゃさすがに。きっとこの件の対応で追われてるだろうし。大丈夫、アポあるから。え、兄ちゃんいつの間に。さすがだね。じゃあ行こうか。おお、めんどくさい、行こっか。俺は守れ、うぐもりグループという会社を兄ちゃんと一緒に経営している。そんなうぐもりグループと長年の付き合いがあるのが光銀行。今回その光銀行が不正融資を働いているというニュースが流れたんだ。俺も調べてみたけど 99% 黒。ただ兄ちゃんの言う通り、俺も残り 1% を信じたい。ずっと一緒に戦ってきた銀行さんだから、もしかしてはめられてるのかもしれないしね。とにかく話を聞いてみないことには始まらない。あ、あこんにちは、いつもお世話になってます。え、うぐもりレオン様、守る様、どうしてこちらに。 あれ、すぐに頭取に連絡をします。少々お待ちください。ちょっと兄ちゃん、アポあったんじゃ。お、あるよ、ポッケに入ってたんだよね。ボケてなくてよかった。それアポロ。そうだよ、アポロ。待って兄ちゃん、意味わかんない。アポは？だからここにあるよ。
アポロじゃなくてアポだよ。もしかしてアポロじゃなかったの？マモルがアポロの言い方間違えてるのかと思ってた。嘘でしょ。じゃあアポなしで来ちゃったの？もうマモルがうっかりさんだから。いやいや、俺がうっかりさんなんじゃないって。お待たせして申し訳ありません。こちらこそ。マモルがうっかりしててごめんね。兄ちゃん、頭取り、今なら時間が取れるということで大丈夫です。すみません、本当に。こうしてアポなしで光銀行に来てしまった俺たち。まあ俺が悪いよね。兄ちゃんがアポなんてあらかじめ取ってるわけないもん。何年兄ちゃんと一緒にいるんだ。ああ、反省だ俺。それでも頭取と直接話せるのはありがたい。ちゃんと話を聞かせてもらおう。失礼します。アホ取り、ヤッホー。相変わらずだな、レオンは。わしをアホードリと呼ぶのはレオンぐらいだ。本当にすみません。そしてアポなしでごめんなさい。いいんだよ、二人ならアポなんてなくても。ところで今回来てくれたのはもしかしてあのニュースのことかい？はい、そうなんです。心配になって。単刀直入に聞きますが、あのニュースは本当なんですか？本当なわけないだろう。天下のうぐもりグループのお金を預かってるうちがそんなことするわけないだろう。そうですよね。アホードリー。ん？どうしたレオンくん。人間って変わっちゃうんだね。アホードリーには変わらないでほしかったな。どういうことだいレオンくん。兄ちゃん、うぐもりグループは光銀行との付き合いはもうやめるかもしれない。レオン君はあのニュースを信じるというのか？ああ、俺は自分で見たものしか信じないよ。アホードリ、俺たちに嘘ついてるよね。俺そういうのはわかるって前に言わなかった？あ、不正融資してないって嘘だったんですね。嘘じゃない。わしは君たちに本当のことしか言ってないぞ。俺アホードリのこと好きだよ。だから一緒にやり直そうよ。俺たちは見捨てないから。ちゃんとみんなにごめんなさいしよ。待って、何のこと言ってるのか。そっか、頭取、残念だよ。やっぱり取引はやめさせてもらう。お金が必要ならさ、そんなことする前に頼ってほしかったな。じゃあ行こうか、守る。うん、それじゃあ失礼します。口座の解約の手続きを進めさせていただきますので。ふん、あんな若造ごときが調子に乗りよって。このまま簡単に付き合いを終わらせてたまるか。うぐもりグループとの付き合いが急に終わったらさすがにまずい。うぐもりグループが不正融資に気づいてうちと付き合いをやめたように見えるからな。そんなことになったら事実がどうであれうちはおしまいだ。どんな手を使ってもつなぎ止めてやる。不正融資は認めずにな。もしもし、わしだ。頼みがある。兄ちゃんはあれから一言も喋らない。裏切られたのがよっぽどショックだったんだろうな。こんにちは。ああ、レオンさんに守さんじゃないですか。どうされましたか？口座を解約しに来たんだ。ごめんね。それはそれは、長年のご利用感謝いたします。こちらこそありがとう。それでは解約手数料をいただきたく存じます。いくらでしょうか？2億となります。に、2億？はい、2億です。ちょっと待ってください。解約手数料2億なんて聞いてないですよ。ん？いや、うぐもりグループと口座を開設する際の書類にこのように書いてあるのですが。いや、こんなの書いてませんでしたよ。後から付け足しましたよね。何をおっしゃってるのかさっぱり。あなたね。いいよ、守れ、払おう。え、兄ちゃん。手切れ金として払うよ。それはそれは、ありがとうございます。あっ、2億じゃなかった、20億の間違いでした。20億円、そんなめちゃくちゃな。さすがに払えませんよね。払えないならうちの口座はこのままで、取引も存続ってことでいいですよね。わかった、払うよ20億円。はい。兄ちゃん、どこの口座に振り込めばいい？少々お待ちください。レオンさん、ただいま頭取に確認を。確認なんてする必要ないでしょ。そっちが払えって言ったんだから。さあ早く払うから、口座は解約させてよね。光銀行とはエガちゃんするから。兄ちゃん、それを言うならエンガチョ。お願いします、待ってください。
すごいや、あんなこと言われてひるむどころか本当に払うって言って兄ちゃん相手を困らせちゃった。きっとここで折れてくれるだろうと思ってたんだろうな。頭取り、どうした？うちとの付き合いはやめないと現地を取ったか？それが頭取り、20億円を払うと言ってきてるんです。はあ、どういうことだ？本当に払う気なのか？あ、はい、早く払わせろと。今そっちに行く。ねえ、まだ？少々お待ちを。少々って、ちょっとってことでしょ。俺でも知ってるよ、結構待ってんだけど。お金払って口座解約するだけだよ。あ、いや、レオン！あ？頭取どうしたの？すまなかった、わしが悪かった。頼む、この通りだ。うちとの取引を続けてくれ。みんなにごめんなさいするなら考えるよ。わかった、認める。不正融資を認めて謝る。だから取引は続けてくれ。こんなことして身勝手なことはわかってる。でもわしはこの銀行を潰したくないんだ。頼む、この通りだ。その言葉には嘘はないみたいだね。でも謝るとしても、あなたが頭取のままじゃ銀行のイメージは改善されませんよ。おお、じゃああの人にしよう。おーい。はい、何でしょうか。ねえ、頭取になってよ。え、私が頭取？無理です、無理ですって。ただの受付ですよ。おお、君ならできるよ。頭取、陰でアホ取り2号を支えてあげてね。それが頭取のできる償いだよ。わかった、そうさせてもらう。大丈夫、君ならできるよ。アホ取り2号。兄ちゃん、まさかの人物を大抜擢だね。でも不思議と俺もあの人ならできると思うよ。さあ守る、帰ろうか。そうだね兄ちゃん。その後、光銀行は不正融資を全面的に認め謝罪をした。その責任を取って頭取は辞任、関わった人間は逮捕された。そして新しくあの受付の女の子が頭取になることに。前頭取は兄ちゃんの言ったように補佐に回り、頭取の仕事について真面目に教えているようだ。兄ちゃんの言った通り、銀行への愛は本物だったみたいで、銀行の経営が苦しくてこんなことをしてしまったようだ。光銀行は今回の不正により潰れそうになったけど、俺たちが約束通り光銀行を守り、なんとか窮地を脱した。さらにうぐもりグループからも社員を何人か派遣して組織改革をしたりもしたから、もう以前のようなことはきっと起きないだろう。ちなみに、さすが兄ちゃん、現頭取はかなり吸収が早く、めきめきと力をつけているそう。いずれ光銀行は以前より大きくなり、うぐもりグループを助けてくれる存在になるだろうな。いやー、光銀行が生まれ変わったのは兄ちゃんのおかげだね。でもまさか兄ちゃんがあんなブラフを使えるとは。お、ブラピ。いや、なんでこの話の中でブラッドピットさんを出すのさ。ブラフだよ、ハッタリってこと。ハッタリくんなんて俺した。忍者ハットリくん、ハッタリだよ、したじゃないか。20億円払うって。お、それは本気で言ったんだよ。え、本気であげるつもりだったの。あの時の光銀行は20億円あげてもすぐに縁を切った方がいいと思ったから。本気だったの？うん、そうだよ。そんなことよりさ、いや、20億円を払うことをそんなことって。でもそれが兄ちゃんか。すごいや、俺にはそんな判断できない。兄ちゃんは俺にはないものをたくさん持ってるな。何言ってるのさ、守る。守だって俺にないものたくさん持ってんじゃん。兄ちゃん、天国の父さん言ってたんでしょ。レオンも守にないものをたくさん持ってるけど、守もレオンにないものをたくさん持ってるって。うん、俺たちは磁石みたいなもんなんだよ。磁石？ S と M、お互いが足りないところを補い合ってくの。いや、 S と N だし、 S と M だとなんか違うことになるから。それに別に磁石は補い合うわけじゃないよ、くっつくだけだから。でもさ、お互い違う性質を持ってて合体すると大きくなるでしょ。それってさ、俺たちみたいじゃん。合体して大きなことすんの。そうだね兄ちゃん。守る、これからも一緒に合体していろいろ大きなことしてこうね。そうだね兄ちゃん。兄ちゃんのこういう考え方本当に好きだな。そうだね兄ちゃん、二人ならもっと大きなことをしていけるよね。
俺も頑張ろう。兄ちゃんの右腕として。その数日後。おはようございます。おはよう花子さん。やっほー花子ー。て、え、どうしたんですか。なんで手錠なんか。あのね、常に合体してれば大きなことがどんどんできると思って手錠してみたんだ。でもさ、鍵なくしちゃって離れられなくなっちゃった。俺的にはいいんだけど、守るが嫌だって言うんだ。当たり前でしょ。早く鍵見つけようよ兄ちゃん。全然意味のわからないけど、ちょっと羨ましい。おう、花子今なんか言った？あ、いや、なんでもない。なんでもないですよ。できることなら変わってほしいよ。おう、守るトイレ行こう。めんどくさいし、行きたくない。俺したくないもん。そこは、めんどくさい、行こっか、でしょ。言った！兄ちゃん、繋がってるのに無理やりそのポーズ取らないでよ。まったく。